モリソン・フォースターは、アメリカ、ヨーロッパ、アジア地域に拠点を持つ、国際的な法律事務所。1883年、カリフォルニア州サンフランシスコで設立。現在では、サンフランシスコやパロアルト等のカリフォルニアをはじめ、ニューヨーク、ワシントン DC、東京、香港、北京、上海、ロンドン、ブリュッセルなど、計16カ所の事務所に1000名を超える。 外国弁護士を要している。業務分野は多岐にわたり、特にハイテク、製薬、ファイナンス分野において、専門知識と経験を有しており、企業間紛争解決においても、国内外の企業を代理している。また、最近では、連邦海外不廃行為防止法の一環として、認定 NPO 法人難民支援協会の活動に対し、その法的側面において、 支援活動を積極的に行っている。モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所は1987年に開設。日本において最も早く活動を開始した外国法事務弁護士事務所の一つであり、現在では日本における有数の外国法事務弁護士事務所にまで成長した。日本における業務はビジネス部門と訴訟部門を中心に構成されている。 ビジネス部門の業務分野は、クロスボーダーエムランド、A、ジョイントベンチャー、戦略的事業提携、不動産、ライセンシング、プロジェクト開発、プロジェクトファイナンスなど多岐にわたる。また、訴訟部門は、特許、著作権、コンピュータ法、トレードシークレット侵害、その他の知的財産権問題、国際仲裁、反、トラスト及び通商規制、ホワイトカラー犯罪、 一般商事案件等に幅広い経験を有している。主要パートナー経済界、海外向けと国内向けの両面で、M&A 市場は今後も拡大、新連再経営者のためのグローバルホーム最前線、IO 事件を機に規制強化された改正法令のポイント、上2008年より認定 NPO、法人難民支援協会の正式なサポーターとなり、 法的に非常に高度で複雑と言われている日本における難民認定手続きや不認定の場合の行政訴訟に関して NPO と弁護士が連携した支援活動に力を入るなど法律事務所における公益分野への貢献活動も積極的に行っている。ありがとうございます。